今日のトレリングはお肉博士直伝おいしいバーベキューの作り方をご紹介しますひと手間加えてワンランク上のバーベキューを楽しんんでみませんかやってきたのはすみえ海水浴場にあるホットドッグ屋さんスミエドッグオーナーの甲達夫さんは県内では珍しいお肉博士一級の資格を持つバーベキューインストラクターです。 今日は一体何を教えてもらえますか今日はあの近所のスーパーでも手に入る鳥の手羽先そして豚のスペアリブそれをワンランク上の焼き方でできるバーベキューを教えたいと思ってます楽しみですでは早速何から始めましょうかそうですね最初に炭のレイアウトの説明からしたいと思います、はい、まずこんな本格的な機械初めて見ましたまあ本場でのバーベキューではこういう大きいバーベキューグリルに まあ蓋をしてて焼くっていうスタイルなのでホームセンターとかにも今安くで煮たの売ってるんでまあ今日は蓋付きのバーベキューっていうのをあの覚えていただいたらなって思ってます、はい、えこれ今あのチムニースターターっていうので、はい、あの火を起こしたのでグリルに移していきたいと思います、はい、まあこういうふうに持つとこあるんではいおお炭を移動していきます もう半分しかかは置かないですこっちが高温のゾーンこっちは保温ゾーンっていってこのレイアウトを2ゾーンファイヤーっていいます、えー、火の準備できたので、はい、次はお肉に下味を入れていきたいと思うんですけど、はい、今日使うのが肉の福島さんが出している「喜びスパイス」っていう、はい、これを手羽先に振っていきます、はい、スペアリブは軽めに下味を、はい、これも両面そうですね両面、はい まあポイイントとなるのがオイル塗っていきます、はい、お肉にオイル塗ることで、はい、まあ表面がパサつかずお、はい美味しく焼けるんで、まあ、網に張り付いたりもなくなるんでじゃあ焼いていきましょうか、はい、ま,あまずこの強火のゾーンで表面を焼きます、はい、まあ,まますあいい音<笑><笑>まあこれあのポイントが結構火がこうバッと上がっちゃったらもうお肉焦げちゃうんで、はい、そういう時はもうすぐ避けてあげるひっくり返して。 おー焼けてきましたね表面焼いたらこっちの保温のゾーンに移動します保温のゾーンがあるそうっすねもう焼けたお肉とかをここに移動することもできるんでん、はい、手羽先も同様の手順で皮の方から焼いていきますまたポイントになるんですけど、はい、香りをつけるっていう作業をしていきますまずはローーズマリおお肉の上にちょっとおしゃれに置いててもらって もう一つはこれ桜チップっていうんですけど、はい、燻製の香りをつけていきます<ー>炭にも直接ででいいですそしたらもうすでに香りがきたのであ本ほんとだそしたらこれ間接焼きっていうんですけど、はい、蓋をしてこの中で焼くっていう、まあ、空気孔をちょっと開けてもらってこれで200度ぐらいで、えー、15分ぐらいで焼けますかね、はい、焼いている間に焼肉のタレと粒マスタード お好みでケチャップを加えてバーベキューソースを作っておきますそして15分後オープンわあ、すごいわいい香りスペアリブにタレを塗って蓋をして燻製にしたら完成ですわ完成しました ちょっと工夫するだけで豪華なバーベキューになりますのではいいただきますうんー美味しいこの皮がパリッとしていて中はでもすっごくジョーシーですねローズマリーの香りがしっかりお肉についてますねすごいもうジューシーいただきます <laughs> とっても柔らかいですそしてもう肉汁がすごい出てきます 今日は本当に楽しかったですこの普段はお肉って焼くだけなんですけどちょっとした手間でこんなに美味しくなるんですねそうですねルールとマナーを守って楽しくバーベキューをしてもらえればと思いますそうですね安心安全にみんなで楽しんでもらいたいですねはい